とはパニャマのプロジェクトというのが、紙風船にパネをつけて飛ばすというイベントを2001年から2004年の5年までやってました。まあ、社会の基準は男性の身体が大体基準になっていると思うんですね。朝早く出勤して夜遅くまでですけれども、まあ、私今55歳なんですけども、54歳のちょっとくたびれた身体を、まあ、基準になったらいいなという願いを込めて、私自身の、身体の影を取っています。で、その隣が、からが新作になります。グレタ・トンベリさんは私すごい人かなと思っているので、グレタさんとですね、町田のパン屋さんなんですけど、ベルパンさんの写真を組み合わせて描いてます。で、祭壇があるんですが、これはスペインの、コメルナルビエゴっていうところにあるマヤ祭りを再現しようとしています。横山一美と申します。よろしくお願いします。安田さんとか、安田さんが滋賀のご出身ということで、まあ、ちょっと子供ながらの記憶があるということで、まあ、ちょっとそういうつながりで今日この、まあ、呼ばれたということになります。で、そうすると、泡がこうふるふる川がやっているような状態になるんです。まあ、見たことがある人もいらっしゃると思うんですけども、そういうふうな、いわゆる河川における泡勾配っていうものが大体1960年代ぐらいに、まあ、日本社会で関心を集めるようになっているということで、まあ、そういうことで、まあ、その原因だっていうのは、まあ、合成船体だということで、そういう関心っていうのは少しずつ、まあ、日本社会で できてきている、そういう状況というふうになります。したがって家族の健康のために合成洗剤に変えて石鹸を使用するというふうな、まあ、行動とか運動というものは、実はですね、その意味では、まあ、ジェンダーの秩序を要請する、まあ、女性性に適合的な動き方だとかということですね。逆にそうじゃないとなかなか運動ってできないんです。つまり世間が認める女の姿に合致する範囲内であれば好きなことができる。で、そうじゃないとダメだよ。ちょっとこれ後で出てきます。で、今日の後の、マドカさんの魔女の話なんかも、実はこことやっぱ関係してくるケースだったな。だから世間が女性って女ってこうであれっていうふうなことに対する押し付けっていうのがあるわけですね。やっぱそうしたことにどういうふうにしてお反撃していたのかというふうに、実は非常に大きなテーマになるというふうに。なので、女性たちが合成洗剤に関して石鹸を使うというのは、それは、まあ、家庭の範囲中の中でそれをなす分には OK だ。しかし、それを社会的な問題の方にこうつなげていこうと、実効的な方に持っていこうとするという動きに対してはダメだということがやっぱ行われるわけですね。で、今、まあ、こういう運動があったということで、ちょっと話をするんですけど、まあ、思っている以上にやっぱり大変な、まあ、作業になっているわけです。だから、ここで女性たちが経験するのは、やっぱり、まあ、そういう男社会の仕組みっていうものにやっぱり打ち当たるというのは非常に大きな運動する上での壁になっているというですね。洗濯機にはローラー撮影と言われるものがなされるというふうに言われます。これは洗濯機を、まあ、公民館とか団地の庭とか、まあ、公共の、まあ、みんなが集う場合に持ち込んでですね、合成洗剤を使って洗濯した時と場合と、コンセントを使って洗濯した場合の、まあ、両者の違い、汚れの違いの違いとかですね、そういうものを、まあ、実演でこう見せていくというですね、そういうことをやっていくというふうに思います。私が動いて街を変えるっていう方法とか、どこにやったかというと、まあ、石鹸運動だったと。で、結局、自分たちで街もちょっとした性質とか、法律とかが悪いなって思ったら変えていくなというふうに、まあ、そういう実感を得たのが石鹸運動でしたと。で、だから国、誰かにやってよとか、国にやれとか、県にやれとか、まあ、責任をいつも相手に押し付けたのを、まあ、自分たちが動いて行動を起こして変える方が、まあ、もっと実感があるし、手応えがあるというのを実感したのが責任で、やはり行政とかそういうものに頼って、あるいは人に頼って何かやるということじゃなくて、自分たち自身が動いて社会を作っていかなければいけないんだという、やっぱそういう目覚めにつながっていく部分がやはりあったということになるんですね。やはりこう自信がついたということをよくおっしゃられますね。だから、まあ、どこに行っても怖くないし、何やっても大丈夫だということですね。
ですね、まあ、そういう感覚をいろいろ入れているような、まあ、そういうふうな経験になったなというふうなところですね。なので、まあ、この後こう仕掛けである女性のグループとかですね、活動団体というのがどんどん増えていくんですね、女性の進出、まあ、いわゆる社会進出的なものがですね、まあ、どんどん、当たり前のように進んでいく、そういう地域になっていったというふうに言われています。だから運動って基本的には最初のスタートって結構エゴイスティックに始まるんですよね。この、最初の一人でも話が出てくる、みんなが自分の、子供の健康を守りたいとか、家族を守りたいというか、私的な部分だけで最初は始まるんですけど、まあ、それだけだと運動って広がっていくにはやっぱ限界があるし、連帯していけないんです。やっぱりより公共的な価値っていうものをそこで作っていくってことが運動によって非常に大事なんですね。でもそこにこう繋がっていくっていうのが、運動を通じて、まあ、みんなこう、あまり子供のことでは強調しないんですけど、かなり勉強するんですね。現代魔女で、スターフォークさんという魔女の、設立したリクリーミングというグループで魔術を学ばれました。で、横山さんはスターフォークの名前をご存知だったわけですか？そんなには。そんなには。で、まあ、エコノミーの本にも出てくるんですよ。でも、その、スパイラルダンスファン、ダンスと、魔術と関係あるのはご存知だったというか、はい、初めてでした。ちょっと言いづらいました。でも、名前は横山さんです。はい。で、まあ、それが、その相互の知識が、なんかこう、結びついたりすると面白いかなと思っていますので、はい、皆さんもぜひ、視聴していただければと思います。では、よろしくお願いします。よろしくお願いします。エコロジーフェミニズムをもう今でもバリバリやってる人たちみたいなのとかが全然いるじゃんみたいなのに気づいて、しかもなんかその上野さんが青木さんを批判したような、例えば性別二元論とか本質主義とかそういうものをそのスタンフォークとかっていうのは避けた実践っていうのをしてたんですよ。例えば、まあ、例で言うと女神っていうのは両性具有的な特性をそもそも持っているとかっていうことが、まあ、マリア・ギンプトスがそこと本に書いているっていうこととかですね、私も読んで驚くことはいっぱいあったんだけど、まあ、とにかくその何て言うのかな、全然その青木さんのエコフェミみたいなものと全く違うようなものが結構アメリカってあるじゃないのっていうことを思ってます。で、まあ、結局言ってしまえばその美術の歴史っていうのは白人男性中心のものだったっていう、まあ、ことなんですよ。で、まあ、それが一方その、まあ、フェミニズムというかそのウーマンリブとかが出てきて、それに感化されたアーティストとかがいっぱい美術の世界に出てくるんですけど、ネビアコのね石鹸とかの問題もあるんだけど、まあ、その自分の体って戦場なんだよね。やっぱそこでなんか違和感とか問題とかこれどうにかしないとみたいなことに身体的にこう気づいた人たちがやっぱ始めることっていうのはすごい重要で、まあそれ、まあ、体っていうのがバトルグラウンドなんだよっていう作品なんだけどね、私はすごくこの作品好きなんで。オノヨーコはマジなんですか？オノヨーコは I am Bitch っていうアルバム出してるんですよ。でしかも I am Bitch 2っていうコンピレーションアルバムが出てて、でもスターフォークと関わりがあるとかではないないけど、でその魔女の格好をして私は魔女ですってこう出てくるっていうこと自体が政治的なメッセージだったんですよ当時。でなんか小野洋子は、まあ、当時安納東洋の魔女がなんかやってるわって周りから見られてるんだけど、ハロウィンの日になると普通に魔女の格好とかで歩いてたりとかして、まあ、あえて自分で魔女って役割をねこう演じたところもあったと思うの。だから、まあ、なんか意識的だったと思いますね。70年代にいて、まあ、この人はその古代のヨーロッパの石器時代とかですね、その青銅器時代の文化に関する研究とか、あとその自己神の、まあ、宗教に関しての高度な研究とかで知られてて、でしかもこの人がすごいのは母権制社会が絶対あったっていう、それを一番証明しようとして言っときますけど、その女神的な像が、まあ、ありましたってことと、そういう社会が実際存在しましたっていうことはまた別だから、その母権制の社会がありましたっていうことは学術的には存在がそのなんかちゃんと、まあ、証明されているものではありません。なんで女神信仰にだけその証拠の提出を求められるんですかとか言ってて、結構スターモンとかそういうこと言ってる。だからそこにはもうなんかなんていうの、昔からあったものを復元しましたみたいなことでももうないっていうか、私たちが必要だから作りましたみたいな話になってるみたいなね。
まあ、現在も現役 そのスタホグっていうちょっと魔女についてちょっと紹介したいと思います。魔術っていうのはこのダイアン・フォーチュンっていう人の定義によると、まあ、その魔術って意思によって意識を変化させるアートなんだよねみたいな、まあ、そういう定義があります。そのスタンフォークっていうのは社会を変えるためにやってるっていうところがとても面白いところなんですよ。で、まあ、この裏魂の解放であり内なる総国の解消、この内なる総国の解消っていうのはすごい面白いですよね。まあ、アースベースのスピリチュアリティっていうのが最も重要です。これは、まあ、これスタンフォークの考えですけど、でもほとんどの魔女の人はこの考えを持ってます。で、それはつまり女神っていうのは地球なんですよ、大地なんですよ考え方ですね。私たち結局一人一人が女神の一部であり、みんなが女神の一部、あるいは私たちの中全部に女神が住んでいるっていう、まあ、世界観を持ってるっていうことが、まあ、重要だと思います。それは世間運動ともすごいリンクすることだと思う。で、あと文化的なエコフェミニストとかエコフェミニズムの草の的な運動っていうのは女性性と大地とその母性を紐付けて女性たちが主体的にこう活動を行ったっていうようなことあるんだけど、これは生物学的な決定主義とか、そう、生物役割分担を解体しようとしてきたフェミニストの人たちから猛烈なバッシングを受けて、まず本質主義的というふうに批判を浴びたと。まあ、その結局は、まあ、女性の経済的な状況とその社会的な権利が男女の犠牲者の数にダイレクトに影響していて、その男女の格差の問題が大きい国ほど女性の方が死ぬっていう結果が出てるっていうことなんですよ。やばくない？で、それで、でね、例えばですけど、だからこのエコロジーとフェミニズムっていうものを一緒に考えるっていう視点はこれからもっと重要になってくると思う。やっぱりその女っていうものが、うん、まあ、男によって定義されるっていう社会、うんうん、女とはどういう存在なんだっていうのを、まあ、女自身で考えて自分で発信していくっていう、まあ、そういう運動の実践っていうか、まあ、最近と90年代以降で言うと、まあ、クイアポリティクスですね、まあ、そういうものにこう通じていくような、まあ、実践として、まあ、フェミニズムとの関係っていうのも、まあ、見ていくことができるかなというふうに思って、そんなに遠くないっていうか、うんうんうん、実践としては、ね、もっと目に見える形で分かりやすく提示しているっていうので、まあ、フェミの方はやっぱ理屈の方であれなんで、だからフェミが考えていることを実践の場に落とし込んでるっていうふうにまあ見えるところ結構あるんじゃないかなと思って、うんうん、そんな距離感としては遠くないのかなというふうに思って、リナム・コモン、あ、ペンタゴンのアクションからリナム・コモンへ至る話があったと思うんですけど、はい、まあ、この頃はね、中にご存知の方は世界的には反核フィーバーって言われた時代になって、うんうん、で、まあ、日本も反核運動があった時代にもあったんですけど、日本の場合の平和運動ってまさにこう母親がやる運動みたいな感じで、うんうん、ずっと戦後の日本社会もあったんですけど、この時には実は日本はでも反核のフィーバーは来たんだけど、女性たちの運動っていう形では出てこなかったんですよね、うん、反核とデコフェミってやっぱりね、出発点として非常に大きな具体的なアクティビティですよね、うんうん、日本では必ずしもそうはなってない部分があって、うん、でまあ、自然的な議論が先行したというのもあるし、うん、この辺が一つ、エコフェミを考える上では、うん、この問題、この運動の、なんていうんでしょう、関わった女性たちの意識もそうですし、うん、これを持っていた意味合いを詰めて考えるというのは非常に大事な部分だなというか、やっぱり出発点になる部分だなというふうに思って、だから原爆の歴史とかへ その認識とかって日本人とアメリカ人とか全然違うと思う。なんかそれによってなんか戦争が終わったみたいな風にめっちゃポジティブに捉えてて、あ、この人たちって広島とか長崎何があったかとかね、まあ、大して関心もないんだろうなと思って、その自分たちが更新するっていうことはなんかこのただこのことのためみたいな感じはあって、そこに避難の女たちではすごい広島めちゃめちゃ出てきますね、うん、だからやっぱり自分これってアメリカの中とかそのイギリスの中のカウンターカルチャーみたいな側面もあって、さ、しかもその人種差別じゃんっていう、それ黄色いからやっていいと思ってるみたいなことがあるわけよ。いや、うちらのやってることは絶対おかしいみたいな、まあ、少数派であってるっていうか、まあ、大半はその各別に OK だったけど、うん、気がついた人たちって思うんですよね、うん、まあ石油の自分たちも垂れ流してるっていう話があったから、うん、そういう部分はうん、振り返れば、うん、それをどの程度自分
システム自体が悪いのか考え方自体が悪いのかっていうものだろうと思うんですけど、あのそれもなんか多分そのでも琵琶湖の近くに住んでる人たちにとって琵琶湖って一緒にこう生きてきたなんかこう夫、まあもう故郷みたいなものじゃないですか。しかもそこの水とか飲んでるっていうことは私の体が琵琶湖とつながってるみたいな感覚をやっぱり持っていて、でそのなんかそこの絡まり合いみたいななんかものがすごい大切かなって思いますね。なんかあのだからつまりその自分の体が例えば汚れてたら自分の体の延長線が汚れてたらそれはどうかしようってなるじゃないです か, だからそこがなんか切り離されちゃうと、うん、まあ一貫みたいなそうっていう話なのかなって、自分の問題だからちゃんと考えられるみたいな、だから そこが、まあ、スペースのスピリチュアリーってことなんですね。それは重要みたいなことなのかもしれません。今回のテーマとしては誰もが女神になれるというか、まあ、私たち一人一人が女神の一部というか、まあ、内在する女神があって、まあ、男性にも女性にも女神があって、まあ、女神が座っているのでそこの椅子に座っていただけると女神になりますので、ぜひなっていただければいいなというふうに思っています。